Hey guys, it's Yamazet. 皆さんこんにちは、Yamazet です。2日後にイギリスの方にちょっと行ってくるんで、今回は Yamazet 流のパッキング方法とか旅の持ち物を紹介していきたいと思います。イギリスに行く期間は8日か、パック8日用のね、中身を紹介していきたいなと思います。時間ないよ。5つのカテゴリーに分けて紹介していきたいと思います。では早速紹介していきましょう。カテゴリー1、貴重品、パスポート、パスポートのコピー、国際免許、予備のクレジットカードや ATM のカードを用意します。それを透明な袋に入れておけば、バラバラにならずすぐに取り出すことができます。カテゴリー2、ガジェット。YouTuber に欠かせないガジェットは、忘れてはいけないものがたくさんあります。そこで、Evernoteというアプリを使って、チェックをしながら持ち物をまとめていきます。カテゴリー3、スキンケア用品。これは100円ショップで用意したボトルになります。これにいつも使っている洗顔フォームや化粧水、乳液などを入れて持ち運べば、いつもと同じものを使うことができます。カテゴリー4、衣類。インナーなどは1日分まとめて、このような圧縮袋に入れておきます。そうすることでバラバラにならず、探す手間を省くことができます。このような服は旅行用の小さな小分け袋を用意して、その中に詰めていきます。カテゴリー5、雑品。こちらの布のガムテープ、お土産を梱包したり、スーツケースやリュックを補修補強したり、衣類のホコリや現地で買ったお菓子のパッケージの口を留めたりできます。これで持ち物は揃いました。あとはカバンに入れていきます。はい、ということで準備が整いました。2日後イギリスロンドンに行ってきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。